靴のシワや肩崩れを防いでくれるシューキーパー、シューツリー。大切な靴のお手入れには欠かせないアイテムです。しかし、素材や構造、つま先の形状など選ぶときにチェックすべきポイントがあまりにも多いことに加え、無印良品、コロニル・ダスコリンガルなどブランドも様々。そのため、どれを選んだら良いのかわからないという人もいるのではないでしょうか。今回は、アマゾン、楽天市場、ヤフーショッピングなどで、売れ筋上位のシューキーパー28商品を比較して、最もおすすめのシューキーパーを決定します。比較検証は、以下の3点について行いました。形状維持性能。入れやすさ。吸湿性能。果たしてどの商品が、レモングラスが選ぶ最強のベストバイ商品なのでしょうか。シューキーパーの選び方のポイントもご説明しますので、ぜひ購入の際の参考にしてみてください。リストの最初の製品は、バネ式、シュートリー LA、コードンリーアングレーズ、コルドヌリアングレーズ。パリ発祥の老舗シューツリー専業メーカーである LA、コードンリーアングレーズの、バネ式、シュートリーは、変形や乾燥収縮による割れや欠けに強く、耐久性に優れる、ブナ材を用いたアイテム。表面には、ワックス塗装が施されているため、滑りの良さも謳われています。実際の検証でも靴への入れやすさが好評でした。細身でかかとも小さいため、インポート靴向けの形状であると言えますが、靴との相性さえ合えば適切なテンションをかけられると、形状維持性能の面でも優秀。吸湿性もまずまずな、使いやすいキーパーのため、ヨーロッパ全般の靴への使用を考えている人にぜひ、おすすめです。2番目の製品は、シュートリーダスコ、名だたる高級靴ブランドの純正シューツリーも手掛けるダスコのシュートリーは、ライム材を用いた製品です。キメを活かした無塗装仕様なので、通気性も損なわれません。作りが丁寧で、表面も滑らかに仕上げられているため、靴にすんなり入れられます。サイドのテンションがわずかに弱い印象もありましたが、必要な箇所にはしっかりテンションがかかっている上に、かかとの収まりも良く、形状維持性能にも優れていますよ。湿気もしっかり吸ってくれ、吸湿性もまずまずの評価に。形状が長めの設計なので、ロングノーズタイプの靴への使用を考えている人には、特におすすめです。リストの次の製品は、SR300EX サルトレコンイエ、サルトレカミエ。サルトレコンイエの SR300EX は、キメの美しいブナ材を用いたネジ式の商品で、吸湿を損なわないコーティングが謳われています。サイズ展開も豊富で、24.0 から 30.0 まで幅広く対応している点もポイントです。形状維持性能は最高評価でした。取っ手がついている点も、相まって、非常に出し入れしやすいと好評です。ただし形状は、細身なため、インポートブランド向けと言えるでしょう。メーカーの謳い文句通りコーティングが施されているものの、吸湿性は平均的な評価に。細身な靴をお持ちの人におすすめのキーパーです。リストの次の製品は、東急ハンズオリジナルハンド、マークス日本人の足型にぴったりなヒノキのシューキーパールボ。国産ヒノキが用いられ、香りの良さが嬉しい。東急ハンズオリジナルハンド、マークス日本人の足型にぴったりなヒノキのシューキーパー。ベーシックな形状で靴を選ばない、汎用性の高さが魅力。かかとはコンパクトで、甲もそれほど高くないので現代の日本人の足に合った形状です。テンションのかかり方も適切で形状維持性能が高い。上、底面はフラットなので、ソールの反りも抑えられます。表面の仕上げは滑らかで、靴への出し入れは容易。さらりとした手触りが心地よく作りの丁寧さが伺えます。吸湿性は高いとは言えませんが、形状、性能ともに使いやすい優秀なシューキーパーです。次の製品は、レッドシダーシューツリートラディショナルモデルスレープニル、日本マーケット向けに、
オリジナル商品の開発を続けるスレイプニルのレッドシダーシューツリートラディショナルモデルは、素材の効果を引き出すため M 塗装仕様。イギリス製、アメリカ製、日本製の靴に合わせやすい木型で製作されている点が特徴です。吸湿性に優れ、検証では高い評価を獲得しました。今回の検証商品では唯一の最高評価です。テンションのかかり方も自然で、アッパー部まで形状を支えてくれそうです。入れる際は力をかけずとも入れられます。しかしダブルチューブタイプで、テンションがしっかりかかっているので、わずかに取り出しにくい印象でした。リストの次の製品は、アロマティックレッドシダーシューキーパーアームズの、アロマティックレッドシダーシューキーパーは、レッドシダー特有の香りが特徴のバネ式、シューキーパーです。実際に靴に入れたところ、一部緩い部分もあるものの、必要な箇所には適切なテンションがかかっていました。形状も汎用性は高いと言えるでしょう。かかとの形がコンパクトなため、インポートの靴にも使えそうです。靴に入れやすいため、出し入れにそれほど大きな力を必要としません。吸湿性も、そこそこの評価であり、特に欠点は見受けられませんでした。価格も安いので、初めて、シューキーパーの購入を検討している人におすすめです。リストの次の製品は、シューキーパー松の木の、シューキーパーは、靴ブラシ、靴磨き、クロス、サンドペーパーと付属品が充実しているのが魅力です。靴の甲や側面にしっかりとテンションをかけられるため、形状維持性能は高いと言えます。ただし底面が上に反り上がった形状をしているため、靴のソールの反りを抑える効果はやや薄めでしょう。出し入れはスムーズな上、作りは丁寧で木材のささくれもないので、指に刺さることもありませんでした。吸湿性のみ、やや低めですが、比較的安価ながら、総合的には十分実用的なシューキーパーと言えます。リストの次の製品は、シューキーパーシダーウッドオールデン。1984年にアメリカで発祥した革靴ブランド、オールデンのシューキーパーシダーウッドは、ブランドロゴが目を引くシダー製のシューキーパーです。ハーフラストタイプのため、左右へのテンションも問題なくかけられるでしょう。形状維持性能は、まずまずの評価。テンションのかかり方に問題はないものの、幅があり、甲が低い形状のため使用できる靴を選ぶ点がネックです。仕上げは全体的に丁寧で、面の粗い部分等も見られず、靴にもスッと入れられます。吸湿性も平均的な評価となり、形さえ合えばしっかり靴の形状を保てそうです。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。